こんにちは、テドです。今日は冷え性の人におすすめの靴下はありますかということで質問がありましたのでお答えをしたいと思います。おすすめの靴下はこういう5本指のタイプの靴下です。これは無印の靴下なんですけども、5本指でも結構指が短いものもありますので、ちゃんと指にフィットするものを選ばれるといいです。5本指がおすすめです。でなぜかと言いますと、普通一般にはですね、こういう指の分かれてない、1つタイプのものがあるんですけども、こうではなくて5本指のものをおすすめしています。なぜかというと指が5本あるからです。で5本をしっかり使われるようになります。そうすると血流がアップして冷え性にとってすごくいいからなんですね。で例えばこれはもう手でやると分かります。手今5本指があって、手袋をする時というのは普通5本指の手袋をすると思うんですね。ですけれども、これが例えばこれ普通の靴下と同じように、これちょっと手を入れてみましょうか。普通の靴下に手を入れてしまうとですね、こうなっちゃうんですね。こんな感じです。こんな手ですよ。ちょっとここかかとですね、ちょっと出てますけども、こんな感じで、これで手を使ってたらどういう使い方になるかっていうと、もうこういう使い方ができないですよね。こう5本を使う、ちょっと靴下なんである程度広がりますけども、基本的にはこういう使い方がちょっと広がるかなっていう使い方ができないと思います。で要は指が5本として動かないので、当然動き悪くなりますよね。で手だとこれは分かりやすいです。これ5本指の手袋だとめちゃめちゃ動きやすいと思うんですね。で足も本当は同じことが起きています。しっかりこの5本指に分かれたもので使うと5本指しっかり動くようになります。ですからほとんどの人はこういう5本指の履いてないんで、指のようにこう動くっていう感覚がほとんどないはずです。それぐらい足の指が動かなくなっています。なのでまずは履いてみられるといいと思います。そしたらおそらくちょっと開放感がある感じ、爽やかな感じがすると思うんですね。それぐらい普段こうまとめられることで動かなくなって、冷えやすくなって、もちろん動きも悪くなってますから、これは脳にとってもですね、良くないですね。なのでしっかり指が動くものを測れていくと、だんだん指がですね動くようになってくると思います。そうすると血流もアップしますし、歩いてても疲労しにくくなりますので、これをおすすめです。ちょっと試してみてください。ということで今日は冷え性の人はどういう靴下がいいですかということで、この質問にお答えしました。